あぶねバケッコの排泄つばでございます。今回は前回の続きです。超プロの運転を味わってください。どうぞ。今回は一番後ろに乗ってエンジン音を楽しむ動画となっております。運転のうまさもここだとはっきりわかります。アクセルの踏み方、クラッチの踏み方、これがはっきりわかるのが後ろなのです。バスはリアエンジンですからね。では楽しんでください。どうぞ。
皆様いかがでしたでしょうか。バスの運転、見本となる運転、こういった運転はなかなかできる運転手さんはいないですね。僕もこれはちょっとねできてないと思います。なのでね、こういった動画を見て僕も日々運転を研究しております。マニュアルが好きな方はねとても勉強になると思います。乗用車の運転もバスの運転も同じですからね。基本的にはね、バスの運転手になりたい方、マニュアル車がね好きな方はとても参考になる動画だと思います。それではね、今回もご視聴のほどありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。失礼いたします。